じゃあ今日は、面積、積分したものが面積になることを、まあ、証明したいなというふうに思うんですけども、証明で、証明なので、どうやろうか。先生的にはあんまりしっくりきませんでしたね。あの自分が教えた時もそうやし、高校生の時もそうやけど、まあ、あんましっくり来なかった証明です。が、まあ、とりあえずやろうかなと思います。証明の前に、皆さんがよく知っている直線でお話ししたいなというふうに思うんですが、FX があって、1の時に2です。で、X の時、X は1ですね。その時に囲まれてできた部分の面積、ここを SX としておきましょう。で、そうすると、まあ、この面積ですが、この面積は別の今までの方法で求めてあげることができますね。まあ、三角形から三角形いくでもいいけど、ここの長さが何倍か、2か。で、ここの長さが x+1、ここの横の長さが x-1 です。はい、こういう面積が。台形の面積ですから、SX は上底プラス下底かける高さ割り2で計算できますから、まあ、この計算結果だけ先にこちらに書きます。はい、というふうになりますよ。一応設定的には x を1の右側にということで、まあ、x は1以上だとしてください。さて、ではこうであることが分かるんですが、まあ、この流れからですね、SX を微分してあげると面白いことになりませんか。X たす1ですね。で、この X たす1は何ですか。FX ですね。FX になってる。ということで、まあ、ここで仮説なんですが、まあ、このような仮説が成立しませんか。S'X って、もしかして今回直線でやったけど次 FX なんじゃねえか、面積の関数微分やったらFX に元に戻るんじゃないか。つまり何が言いたいかというと、 FX を積分したら微分の逆やから、 FX を積分したら面積の関数 SX になるんじゃないのってことで、まあ、仮説になるのか分かりますか。実際に具体的に求めてあげることのできる台形で持って実験をしてみたら、微分やったら FX に戻った。ってことは FX を積分やったら SX になる。点々点って感じですね。はい、まあ、こういう仮説なわけです。ってことで、まあ、一般的に考えようかなと思うんですが、具体例を経て一般的に考えようかと思うんですが、A から B で囲まれた部分の、まあ、この FX と X 軸と A と B、X イコール A、X イコール B で囲まれた部分の面積が、まあ、FX を積分したら出るんじゃないかってことを実証したいわけですが、一旦先ほどと同じように、A からある場所 X まで、さっきは1から1の右側の X までで考えましたが、A から X までで囲まれた部分の面積を、今、SX というふうに決めてあげましょう。こんなふうに名前をつけておきます。はい、そうしてあげると、X の場所から、H 離れた部分ですね。H 離れた部分のまでの面積、まあ、ここの座標は X たす H なわけですから、この部分の変化したこの変化の変化量ですね、この変化量、こいつの部分はこのように表せないから SX たす H とすると、それは A から X までの面積を SX ってしてるんだから、 SX たす H ってA から X たす H までで囲まれた部分の面積っていうふうに考えられる。つまり変化量は A から H たす X たす H までの面積から A から X までの面積を差し引いたものがこの変化量というふうに考えられませんか。ここまで大丈夫。 A から X たす H 引く A から X を引けば、ここの変化の変化量が表せますよねって言ってるんですね。H の増分に対して、面積の変化はこれだけあるんだってことです。ちょっと拡大をしてみようか。この部分を拡大して。X の場所と X プラス H の場所があるんですが、その時にできる、この変化量の部分がこのオレンジになるんですが、ちょっと頭をこんなふうな頭を使うんだけど、この面積、変化する面積と、これとイコールの面積になるように、こっからこの間のどこかです。この辺難しいです。この表現難しいんだけど、X から X たす H の間のどこかの T、適当、今俺適当にここにやりましたが、T
t という値を決めてあげれば、その時にできる高さで作った長方形と同じ面積、つまりこれとこれイコールになるような t って必ず見つかると思いませんか。だって、まあ、ちょっと考えてみたら、ここの長方形引いた時にはみ出た部分っていうのが、まあ、足らないところやけど、逆にここは余った部分ですね。だからここのはみ出た部分をここに収めるような t の場所ってあるはずですよねって考えられます。言ってみてください。写してあげるわけです。写してあげるわけです。すなわちここで何が言えるかというと、変化した変化量 SX+H マイナス SX、 これ変化量ですね。この変化量とちょうどジャストでイコールになるような t が存在している。つまりこの変化量とこの面積ですね、この面積、この面積ってどうやって出すの。それは横幅がなんぼや、これ、え、 h ですね。縦の長さはなんぼや、ちょうど t の時の高さやな。 t の時の高さってどうやって計算する。この関数 fx ですね。 fx です。高さはなんぼや、 ft、 つまり h×ft とすれば長方形の面積とイコールで結べる。数式的に言うとこういうこと、図形的に言うとこういうことですね。大丈夫、はい、というふうに表せることがわかるかと思います。ここで両辺を h で割ります。そうすると h 分の s カッコ x プラス h マイナス sx が ft になるのかですか。まあ、そのままですね。 h は、はい、もうすぐ証明終了ですよ。そこで h をゼロに近づけるっていうふうな作業をします。h を無限にゼロに近づけるとどうなるのか。h をゼロに近づけると h がゼロに近づく、すなわちこの幅がどんどんなくなってくるんですね。x たす h はこっちに近づいてくるわけですね。近づいてくる。近づいてくるとどうなるかというと、t ってちょうどその間のバランスを取った場所が t なわけですから、x たす h、x は動かないね。h がゼロに近づく。x たす h がこっちに近づくってことは t も連動してこっちにこう幅寄せ近づいていくの分かりますか。だってここまでやったらバランス取れて t この辺やか。というふうに t もどこに近づくかというと、こうとすると t は x に近づきますよね。うん、はい、大丈夫です。したがってリミット h を0に近づけた時の h 分の s カッコ x プラス h マイナスSX の値はどうなりますか。それは t も x に近づくわけですから、 t は x に近づくんですよね。この ft の t は h が0に近づくときに同時に t も x に近づくわけです。ってことはそれって fx に近づいてるの分かりますか。証明終了やけど見えますか。よって何が分かったかというと、何が分かったか、この式って何かどっかで見たことありますね。そうや、これ微分の定義ですよね。覚えてる覚えてない。 fx があって x って場所があって x たす h っていうのがあって、そこまで結んだ直線の傾きはどうやって求めるの。 x たす h 引く x 分の f かっこ x たす h マイナス fx、 これが直線の傾きなんだけど、 h を0に限りなく近づけるとそれはどうなったか。この直線の傾きがどんどんやがてこの点における接線の傾きに近づいたって話だと思うんですね。そいつのことを f'x というふうに表したと思うんですよ。ね、ですよね。ってことは、これ f の部分が s っていうふうな関数に変わってるだけですよね。違います。ってことから、ここの部分っていうのは s'x ですよね。したがって s'x は fx であるっていう一般的な証明がなされちゃう。当初は台形の面積って x で表したときに微分やったら元の fx に戻っていることを見たときにある仮説が浮かんだんですね。もしかして面積の関数って微分やったら元の関数に戻るんじゃねえというふうな仮説が立ったわけですが、その仮説は一般的な理論でもきちんと証明ができる、ね、はい、こんな話のわけです。ということで f'x、 あの s'x が fx であるということが証明できました。したがって何が言えるかというと、面積SX っていうのはラージ FX
プラス C っていう形で表せますよね。と表せる。なんでですか？だからこっち積分して、微分やめて積分したら、まあ、こっちも同じ関数ですから積分してあげる。そうすると定数の差が出てくるだけ。不定積分ですから、不定積分倍のズレが出てくるだろうということで C をつけておきますが、こんな形で表せますよね。ということですね。はい、もう少し考え終わりますよ。あとは、C の確定作業に入ります。C って一体どんな値なんだろうかっていうことなんですが、C、この C の値って定積分ですから今回決まるんですよ。今回決まるんですよ。SX ってそもそもこいつは X から A から X までの面積ですね。までの面積。それが SX ですよね。ってことで前回の授業の積分方程式でも、このポイントに気づかないといけなくて、A から X までのってなって、ほにゃららってなってるときって、この X に何をしなさいって言いましたっけ？材料をゲットできる。何したらいいかな？ A を代入するんですね。X に A を代入すると、A から A までの面積、積分になりますから、その値は0になるのわかりますか？A を代入すると、S の A っていうのは、F の A プラス C となりますが、S の A は0ですよね。A から A までの面積っていうのは0になりますよね。したがって C の値が分かった。よって C はマイナス FA です。よって SX はラージ FX プラス C としていましたが、その C の正体はマイナス FA だってことが分かりましたよね。つまり、A から X までの面積はラージ FX-FA で求められるんだから、 A から X までの面積はラージ FX-FA で求められるんだから、 A から B までの面積はなんとラージ FX 使うとどのように書けますか？ A から X までの面積のことを SX って言うんですね。それはラージ FX-FA で考えられるんだから、 A から B までの面積やったらそれは SB ですよね。 SB はどのように書けますか？で表せますよね。表せますよね。ところがこの計算って皆さん見覚えあって、スモール FX を積分やってゴリ FX にして上代入引く下代入をした形になってませんか？この形って、つまりこいつ自体はこのことじゃない。 A から B までの FXDX に他ならないよね。ということで、いいですか？いいか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 。何が分かったか？ A から B までの面積はね、 A から B までの面積はね、インテグラル A から B までの FXDX でもって計算ができるということを証明しました。はい、定積分と面積公式です。公式4 FX X 軸こうある、 A から B までで囲まれた部分の面積 SXSX じゃなくて S って書いてるか、 B までの面積 S はね、次のように表せますよ。 S はインテグラル A から B まで FXDX を計算しなさい。それでもって面積が表せますよというのが定積分と面積というものの公式になっています。 X 軸および X イコール1、 X イコール3で囲まれた面積は何でしょう？面積に囲まれた面積は S ではない。囲まれた S は何でしょうか？はい、絵描いてみるとこんなんですね。これが y イコール x の2乗マイナス 2x プラス3です。平方完成、別にする必要ないですが、x 2乗プラス2ですね。こんな形になります。ってことは浮いてんだ、浮いてんだ。こんなんですね。で、今回言ってるのが、1っていう場所から、1から3までの面積って言ってますから、1から3までの面積ですね。うん、この面積で、この書き方よく見てほしいんだけど、男子が特に舐めないでほしいですね。言葉でちゃんと出題者が書いてくれてるんやけど、囲まれた部分の面積を勘違いしてましたっていう間違いが一番多いです。計算ミス、これはもう普通にありますね。これは全員やります。
全員あるんだけど、それとはまた別で、囲まれた部分の面積、相手が言ってた S っていう部分を勘違いしてました。ここやと思ってましたっていう間違いがめっちゃ多いです、もう一回。で、それは文章読んでないからですね。Y イコール X2 乗引く 2X 足す3と、X 軸および X イコール1、X イコール3で囲まれた面積はここ以外ないですね。言葉注意してください。なんなら先生、今まで定期テスト作ったことで、定期テストで、面積の問題出して言葉で書いたら、テスト中に質問あったんですよ。これ先生、囲まれた部分がどこか分かりません。素晴らしい質問ですね。あなたの言う通りです。これじゃあ囲まれた部分がどこか分かりませんね。ということで全員正解になりました。ね、気づいてない奴らは、俺の空気感感じ取ってこの部分やろみたいな面積を分かってもらいました。だから俺の定義不足でどこの面積か分かってないっていうことに気づいてくれた方が俺は賢いなっていうふうに思います。さて、面積ですが次のように表せますね。インテグラル 13x2 乗マイナス 2x プラス3ですねの dx 頑張って計算しなさい。これは計算してきたから3分の20分かります。君たちは計算しなさい。はい、ということですね。じゃあちょっといろいろやってみようかな。水耕と見てもいらなかったですね。あ、いらないけど、囲まれた部分はいいかもしれない。さあ、計算してみると、面積 S はインテグラル0から2までのマイナス X の2乗プラス 4X マイナス4 dx。 あ、でもこんなんか因数分解できるもんな。これこっちで因数分解できるかな。レベル高いこうですね。ってことで、マイナス3分の1、x マイナス2の3乗ですね。すげえな、今日。0、2、3。はい、上代入、2代入したら0ですね。下代入したらマイナス、下代入したらマイナス3分の1。かける0代入で、マイナス2の3乗で、マイナス8ですね。はい、どんな文句ありますか、鈴木。あ、ごめん、X 軸って俺が書いてあるそれ言ってるかっこいいよ、さっきと一緒の書いたつもりやそこじゃないの、気づいてほしいそこじゃないの、よく X 軸うぜえなそこじゃないそうですね、これ X 軸って書いてなかったら囲まれたことないっすね。0と2と2次関数だけでは囲まれてないんですね。なのでどこか決まりません。今正解ですね。はい、ではもう X 軸ですそこじゃないね、文句ないですか。マイナスなん、どういうこと。面積なんて、面積は正になる、なのにマイナス3分の8で、はい、直感的におかしいですね。直感的におかしいの分かるよね。これね、おかしいって思わないやつがこの中にいるんですよ。テストの時に面積聞いてるのに平気でマイナスの答えが出ます。平気で書いてる。でもね、この話しすぎると次こんなことになります。面積だなんて言ってないのにマイナスの値を積分やってマイナス出ることなんてありますよね。積分やってマイナスになることなんて今の計算は間違えてませんから、普通の値やな。正解やね、これは。積分の計算は正解なんですよ。
でも面積やって言われてるから正じゃないとおかしいと思うな。積分の計算結果がマイナスになることはありえますね。余裕でありえる。なのに試験の時中途半端に俺のこの言葉を消化した人たちは、え、積分って絶対やったら正なんじゃないんですか。自分で計算やったらマイナスがついたんですけど、どっかで間違えたんかなと思ってプラスにして答え書いたんですよ。この×ってひどくないですか、5点くれないですか、みたいな、そういう感じですね。アホか。積分の結果がマイナスになることは余裕でありますが、面積の計算は絶対にプラスです。今小林が寝ている、他の休んでる人何人かいますが、そいつらはまあ逆で書いてきてもしゃあないと思っておりますが、普通ありえないことでしょ。この計算じゃ出ないってことなんですよ。え、なんでこの計算じゃ出なかったんだろうか。なんでこの計算じゃ出なかったんだろうか。はい、難しいですね。難しいんですが、理由はここにあります。この定義されたこの式にあります。ここって確かさっきもやってたけど、まあ縦の長さですね、これが横幅ですね。さっきもちょろっとお話はしてましたが、長方形の面積を集めているのが実は積分だというふうなお話してたと思うんですが、これさ、関数が x 軸の下の領域に出たら fx の値って絶対にマイナスになりますよ。マイナスになるよね。マイナスになって横幅とかけたら面積ってこの時点でマイナスになってません。マイナスの面積を A から B まで集めてきたらマイナスが集まってきてマイナスになりません。当たり前のことなんですよ。当たり前のことなんですよ。でもそんなに気づかないね。ちょっとこんな性質を先にやっておきましょう。補足です。いきますね。関数 F があって、関数 G があるとき、X 軸がここにあるとしましょう、うん、そうすると X イコール A っていう場所と X イコール B っていう場所があったときに、 FX と X 軸と A から B で囲まれた部分の面積っていうのはこのように表せませんか、インテグラル A から B までの FX DX、 これが全体の面積になりませんか。なりますね。一方でgx と x イコール a と x イコール b と x 軸で囲まれたこの部分の面積は、インテグラル a から b までの gx dx って書けますよね。じゃあこの部分の面積、ここです、ここ、この部分の面積ってどう表せますか。それは fx の面積から gx の面積引けばいいですよね。引けばいいね。つまりこの部分の面積 S はインテグラル A から B までの F-G の積分ですね。はい、これ理解できますか。ここでポイントを渡しておきます。ある部分で囲まれた部分の面積っていうのは、いいですか、囲まれた部分の上、これ俺上って呼んでおきます。上の関数、囲まれた部分の下の関数、上引く下を計算した後に A から B まで集めてくると面積になりますよ。これを君たちにプレゼントします。これを応用すると、今回のこの問題で言うと、囲まれた部分の上と下はそれぞれ何や。上って何？ X 軸ですね。これが上ですね。下って何？これですよね。FX が下ですよね。マイナス X2 乗プラス 4X マイナス4が下の関数だよな。上引く下をちゃんとしておけば問題なかったんですが、上引く下をせずにただの下を積分しましたね。ですよね。正解は上 x イコール0 y イコール0、上引く下すなわちマイナス x マイナス2の2乗っていう下の関数を引き算してから積分やっておけば綺麗に面積になってくれていました。はい、この都合上符号が入れ替わります。符号が入れ替わります。今この公式をスッと頭に入れといてもらえたら、囲まれた部分の上引く下をいつも思っとかなあかんと思っといて、だったらこんなところで変なこと間違いないですね。間違いないでしょ、うん、さっきの説明はこの説明じゃなくて、なんでマイナスになるかっていうと、下側に長方形の面積を築き上げて足したからマイナスになるんだっていう説明も別でしましたが、
劣勢しましたが、そんな間違い気づけへんやん、分かれへんやん、 FX が正なんか負なんかいつも考えなあかんのか。そんなことしなくていいです。そんなことしなくても囲まれた部分の上下、上の関数引く下の関数の積分区間で積分をすれば必ず面積になってくれると。これを信じなさい、これを信じておいてください。しっかりと身につけておきましょう。さあ、そうすれば今回の答えは3分の8になりますね。じゃあ、小泉さん。ほい、二次関数と X 軸で囲まれたって言ってるから、こんな感じやろね。こんな感じだろうね、面積です。だけど、この部分の面積なんて、どうやって求めるんだろう。積分区間すら分からない。あ、ここ求められそうやろ。区間を求められそうですね。人数分解だってどうかな。さあ、注意払いながらいきましょうか。こうですね。まあ、まだ次回練習しようか。